念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力するからな。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず成功させましょう。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。俺は必ずうまくいくって信じてる。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備整いました。それじゃあ始めるぞ。荒はばき、サス接続開始します。これが荒はばきの。くそ、なんて力だ。意識が飛び、そう。断絶の帯まだ動きません。なんとかするんだ、この力を制御。お前たちは断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。わかった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。急速にクナドゲートに吸収されていきます。すごい、断絶の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレー。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。そう、これで最後だ。ユイト！おい、カレン。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろう。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが
最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン！兄さん。すまない、吹雪。アリスを頼む。何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たちやったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカ、さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことはカレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも。あっ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を救ったんだな。君にも見せたか。